どうも、つぶつぶ屋です。今回も多肉のお花についてのお話、そして今回は前回とは違い、多肉のお花が咲いたとそのお花で多肉たちもりもり増えることがあるので、増やし方と花芽の葉っぱで増えることのできる違いを見ていきたいと思います。それでは早速観察していきます。先ほどから並んでいるこちら、どうでしょう。花芽の葉っぱがもう下の親株の葉っぱと区別がつかないほどに立派になっています。ですがこちらの葉っぱも花芽の葉っぱのつぼみのうち、まだ出始めのうちは優しい優しい茎に優しく小さな葉っぱがついていて、どこか若干頼りない感じ、あどけない感じといった方がいいのでしょうか。そのあどけない小さな葉っぱはまだ幼すぎるため、なかなか葉出しが難しい場合がありますが、徐々に徐々に茎が伸び、そして茎がしっかりする頃には葉っぱもどん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 大きくなります。やがてつぼみに花びらの色がつき、一番初めのお花が咲く頃にはしっかりと立派な葉っぱになっていることが多い。その立派な葉っぱになった頃に、この葉っぱがめちゃくちゃ取れやすいのなら、葉っぱを取って土に撒いておいたり、土に刺すだけでもりもり増えることがとても多いです。ですがこちらをご覧ください。お花が咲き始めて葉っぱもしっかりふっくらしています。このお花がどん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 咲くとどうなるか、はい、こんな感じ。小さかったつぼみにそれぞれ色がつき、花びらが元気よく満開を迎えています。もう少しで満開というところなのですが、その頃には花芽の葉っぱの色がかなり薄くなることが多いです。さらに咲き進むと、この葉っぱもどん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 いなくなってしまうことが多いので、しっかりとした栄養を与えるか、もしくは一番初めのお花が咲く頃に適切な増やし方をしてあげましょう。その適切な増やし方なのですが、先ほども言った葉っぱを取ってパラッと巻く、もしくはカットして下葉を取って土に刺す、どうでしょう。こちら土に刺した時は先端付近をカットしてあげましょう。こんな感じ。もしくはまだつぼみに色がついていないような小さな状態にもかかわらず、葉っぱがちょっと大きくなってカットして刺した場合どうなるか、しっかり根が出てつぼみたちもやがて膨らんでいきます。ズバリこんな感じ。こちらはつぼみの状態の時に刺したもの、実際もうすでに根が出ています。はい、こんな感じ。これぐらい根が張っています。まだ2週間ぐらい、春すごい。ですがこちらの花芽をこのままどん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 咲かせるとどうなるか、次第にこの灰色が薄くなり、葉っぱがいなくなってしまうことがあるので、しっかり根付いたら、もしくは根付く前にもう花芽をカットします。こちらは小さな小さなお皿のようなものにお水を張ってポンと浮かべておくだけでお花を咲かせて楽しむことができるので、そんな感じでも大丈夫。そしてカットするとどうなるか、成長点がいなくなったつぶつぶ多肉たちはこんな感じ。シュワシュワです。お水が消えているからシュワシュワ。でも株元にご注目、小さな脇芽が出ます。なのでカットしてしばらく育ててあげると脇芽が出て一株になる、すごい。ちなみに同じ時期に来たものがこちらにあるのですが、こちらは最後までお花を楽しみました。そうするとついていた葉っぱもポロ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 落ちてしまい、最終的にこちらにお花に種ができているような感じではあるんですが、確率はかなり低いと思います。全く同じ時期にもかかわらず根の量も少ない、こんなに少ない。でもチョロ根は出ています。なので花芽をカットして刺してあげるのがとてもおすすめ。ちなみにこちらは乙女心かけるヴィンセントカード、あだ名は姫花火。そしてこちら乙女心かけるラウ165、すっかり夏顔ですが見事な紫色の大人っぽい乙女に変化します。そして
未生で交配種であるため、さまざまなバリエーションの紫が生まれております。ちょっと大きなものからやけにコンパクトで紫色が濃いもの、赤紫のものから青紫のものまで様々なのでご期待ください。ということで今回はつぶつぶ多肉たちの花芽、実は増やせます、お届けしました。可愛いつぶつぶ多肉たち、生命力は力強い。なのでもしも夏に傷んでもいいように今のうちにちょっとだけ増やしてあげましょう。もちろん置き場所問題等があるのでできる範囲で大丈夫だと思います。ドキドキワクワク楽しい。はいはい、どうぞ。つぶつぶ多肉の生命力すごいなって思うんですが、つぶつぶ屋さんが生活していて生命力を感じる時ってどんな時ですか？はい、アスファルトを割って雑草が出てくるのを見るときに生命力というか、なんかお友達な感じがします。親近感ですね。親近感、そう、それです。親近感をすごくあれですね、とても大きな力ではないんですが、小さな小さな力をずっとこう一生懸命コツ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 やっていくとアスファルトを割ってこう出てくるみたいな、そんなイメージですね。なのでコツ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 皆さんと楽しんでいけば多肉の輪もすごく大きく広がっていくんではないかなみたいな感じですね。どうでしょう？ありがとうございます。もちろん皆様のお力が必要なので一緒に楽しみましょう。